今日は1月7日ということで七草粥を作ります。まずは出汁を取るところからかな。はい、はい、お願いします。昆布出汁を取ります。あ、ちなみに七草粥なんですけれども、うちは雑炊風にします。琉球愛花さんかな、こんにちは、ありがとうございます。お昼のこの時間に、ところで七草がゆをなぜ食べるのかご存知でしょうか。七草がゆの由来っていうのを調べてみたところ、日本で七草がゆの習慣が始まったのは古く、平安時代の文献にはすでにその記録が残っているそうです。七草がゆは邪気を払うための儀式として知られていますが、実は現代の栄養学的に見ても大変健康に良い食事だったそうです。この七種を食べることでおせち料理に疲れた胃を休め、緑黄色野菜の少ない冬場に必要な栄養価を取ることができたそうです。なのでぜひ七草がゆを食べておせち料理に疲れた胃を休めてくださいね。で、出汁を取っている間に、七草の方の塩茹での方をやっておきます。あ、皆様、春の七草はご存知でしょうか。セリ、ナズナ、五行、ハコベラ、スズナ、スズシロ、ドケノザルですね。かといって七草を見たからといってこれがどれだとは分かりません。おばくん、初めて参加しました。よろしくお願いします。まあ、食べやすい感じに切ってもらって、あとはそのそれを少し薄くかな、切ってもらえれば、マミーさん、七草売ってない年があってスーパーをはしごしたことがありました。今日はね、直売所の方、長崎の方に行くついでがあったので、そちらののんのこさんっていうところでね、七草を買ってきました。あ、だしはねちょっと多めにしてるかな。もう少し多めにしようか。うん、ちょっとそのツバメの巣を入れるからスープがね吸うんだって、だからちょっと多めにしといてという作るときは。ボロさん、こんにちは。で、その間に切っておきましょう。みひろさん、春の七草の名前を書きなさいという問題がテストに出てました。そうね。マミーさん、ツバメの巣食べたことないです。今回ちょっとね、ツバメの巣いただきましたので、そちらを入れた七草がゆにしたいと思ってます。スズナ、スズシロの実を食べやすい大きさに切り、こちらを2分ほど塩茹でします。マミーさん、ツバメの巣みたいです。ツバメの巣はそちらの袋に入っているものになります。ちょっと後で開けます。こちらを違う鍋で塩入れします。
出汁が取れ始めた。それに塩をちょっと入れて、ここはタクベーカーじゃん。そう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 。うん？蓋？あ、そうそう蓋。探してるの。あとは塩を入れて。塩を入れて。で他のもついでに切っておきますね。まあ後でいい。少しずつ全部入れる？そうね。何人分は確認してないんだけど、五郎さん、お出汁は今昆布だけ入ってますか？はい、昆布だけが入ってます。まあ、七草がゆということなんですけど、うちはもう美味しく食べるために基本雑炊風で作ります。本当だったらこうお米から生米で作るのがおかゆなんですけど、まあ、手軽にするのはまあご飯を炊いたものが手軽だし、ほうれん草やこれも入れて一つ置いとく。美味しい味にしたいので。沸いたかな。お湯沸いたみたいです。先に、ああ吹き寄るよ。今は何の葉を選んでるんですか？カブを2つ。カブを2つ。赤と白。赤と白。今入れたものは、今はその選んでる作業は何をしてたんですかってことですね。いろいろ。あの他のものも。泉さん、こんにちは。我が家は旦那は雑炊風、他は白あがゆで食べます。2種類作ってます。こまめな対応ね。チッチさん、珍しい時間のライブ配信ですね。私は朝ごはんに七草がゆを食べました。ようやくちょっと七草が手に入って今しようかなと思ってます。昼ごはん代わりで、あとはザルにあげる感じでして、ちょっと水にさらした方がいいらしいけんさ、うん、ボールかなんかに、そう、そう、色を鮮やかにするためではないかと思います。それでいいんじゃないの。リボンさん、この時間にびっくりしました。お休みで見れた。そう、この時間には通常やらないんですけどね。
七草がゆでこのタイミングしかちょっと作れそうになかったのでこの時間に作りました。ちょうど皆さんのお休み時間の間でしょうか。カホナさんこんにちは。もうよかったかな。うん、いいと思います。ちょっと薄いけんね。もうちょっと厚でやったら時間かかるやろうけど、あと他のもパッて茹でてもいいかもしれんね。そしたらそのまま、そのままね、うん、でその一緒に揚げた方がいいかもしれん。カホナさん七草がゆいただ朝いただきました。朝いただいて。ジャンスタグラムさん、え、今めちゃくちゃ七草がゆ食べたいんです、嬉しい。まだスーパーにとか直売所とかにはね、七草がゆあるかと思いますんでね、ぜひ試してみてくださいね。リモンさん、七草がゆは食べたことないんです。まあうちの場合七草がゆ風雑炊なんでね、よかったらこういう感じで作っていただければ美味しく召し上がれるのではないかと思いますんでね、試してみてください。そしたらもうよかね、はい、ね、でざっと揚げます。で揚げて水にさらします。これで下ごしらえが OK と。はい、できました。ミッチーさん、今日の夜七草がゆにするので参考にさせていただきます。ぜひぜひ作ってみてくださいね。じゃあ、でこれで出汁が取れてたら、もうちょっとやね。もうちょっとですね。もうだいぶ取れたよね。うん。キヨリンさん、こんにちは。私も朝七草がゆ作りました。あ、皆さん朝から作ってるのね、すごい。その余裕がなかった。足が取れたら一応先にそのツバメの巣を入れて、うん、1分間茹でないといけないんだって。あ、ほんと。うん、そしたら、この出汁は後から引き上げる。そうね、じゃあそれを入れようかね。でこれが7そのツバメの巣。カホナママさん、七草がゆをいただくとこれにて正月終了な感じがします。あとはぜんざいとかなんかね、うちが鏡開きの日があったりとか、いろいろとまだイベントはあるような気がしますけど。たかこさん、こんにちは。ツバメの巣入り七草がゆですか。そうです。ちょっとこれいただいたので、せっかくなのでツバメの巣を入れた七草がゆを作ってみたいと思います。どうでしょうか。どういうのかちょっと見せてもらえれば。なんかに出せんかなと思って。ちっちゃなボールかなんかない。お皿でもいいんだけど。お皿がいいね。これでもいいかな。あ、それでいい。ちょっと入れてもらっていいですか。エリミカさんかな。ツバメの巣を調理したことないです。こちら。これがいただき物のツバメの巣。これはなんか簡単に作れる方のものだし、ね、1分間煮込むとスープを吸うのかな、うん、で戻るそうです、うん、1分間ね、はい、はい、じゃあ1分間入れます。入れますね、はい、はい、マミーさん、わざわざありがとうございます。マミーさん、四角なんだ。今回いただいたのはこういう感じのものですね。普通丸いと思うもんね。キヨリンさん、お母さんの七草が美味しそうですね。ツバメの巣入りなんですね。そう、ツバメの巣を入れます。あ、もうすぐ柔らかくなる。まあ1分くらいしたら大丈夫、はい、エリミカさん、あ、そしたらもうこう抜けよう。抜いた方がいいかもね、昆布を。フリーズドライのような感じですか。はい、なんか戻るものに近いよね、うん、
こんなのも入ってると思うな。ああ。豪華になりそう。そうとなんか、あと2つなんか違うの入ってるから。ほうほう、これもうそれで単独で多分スープが食べれるんだろうね。これね、これ。うん。中華系のものが入ってるみたいね。ツバメの巣はインドネシア産なんだっていう。でこれを1分間ぐらいして。したら次は味付け、あのウェイパーと醤油と塩、こちらでスープの味付けをします。はい、あとはちょっとご飯を持ってきとかないといけない。そうだね。ご飯は一応一膳分ぐらいか。軽く8分目。うん、かそのスープに合わせた感じかな、うん、自分ででよかと思ってた。はい、きよりんさん、中華風ですか。そうですね、中華風、中華スープを使います。チャーマンチュンさん、食感は春雨みたいかしら。これいただきもんなんで今回ちょっと初めて食べます。かこさん、ツバメの巣は縁起がいいと言われているそうですね。良い年になりそうですね。あ、縁起がいいもんなのね。あ、何由来にした。はい。お米。お米。はい。じゃあ一旦置いといて、スープを作りましょう。もういいやろね。もういいやろ。さおさおさん、私も七草茹でて仕事に行きます。帰ってからお粥にします。これに少し入れますね。はい。うん、いいと思う。いいと思う。うん。私もいいと思う。で、そしてこれに、あと醤油もちょっと入れる、ね。醤油も入れる。あ、そう、もう雑炊風にします。お粥だけど雑炊。お醤油が向こうの方が良かったわ、手前か。あ、でも後ろになかったかな。いや、使う。え？どっか置いた気がするよ。置いてない。なら普通の醤油かな。ない、ないかな。その辺置かなかったかな。朝使った。どこか行って。お父さん聞いてみた。ん？いや、多分。いや、大丈夫だよ。ちょっと待って。行こう。醤油はもうしょうがないよね。あ、あ、ここにある、これ。あ、そうそうそう、これ。これ。うわ、これちょっともう入ってるもん。あ、そうなの。もう一つあるはず。もう一個ある醤油。炊きすぎないかな、大丈夫か。もうしょうがないね、これ使おうか。ああ、ちょっと待ってください。よいしょ、はい。これ。はい、入れました。はい。あとは、味を見ながら塩をちょっと入れて。妻さん、こんにちは。ではすみません。はいはい、はい、うん、美味しい。美味しい。もういらない、うん、塩は。でも塩入れた方がいいかな。じゃあ少し塩入れましょう。純子さん、今日は七草がゆですね。そう、七草がゆ風雑炊。今回ちょっとツバメの巣を入れた七草がゆ風雑炊を作ってます。美容にもいい、縁起もいいということでね、うん、入れてみました。よし、これでいいかな。今のスープの状態はこんな感じ。
かがでしょうか、スープは。どうするこれでいいと思います。はい、ではご飯を入れましょう。で、炊いたご飯を入れて柔らかくなるまで温めます。まあ柔らかいか、でももっと柔らかく、うん、これに馴染むのとね、うん、よし。そして葉っぱをね、そうです、ちょっと多いかな、ちょっと減らしていいと思います。どれで のせようかね、うん、どれがいいかな、丼みたいなやつがいいよね。あ、これがいいかな、一応これでいいか。はい、マミーさん3人分ですか。こちらは1人前です。1人前をちょっとずつ分け合いたいと。優しい味、いい感じにできました。うん、いい感じ。あとご飯がいい感じになれば、見えてからね、うん、状態はこんな感じ。これはそのままが取るか、ほぐれるんじゃないかな、もう少しね、うん、ほぐした方がいいかも。それだけ少し食べてみる？ん？スバメの巣だけ。うん、巣だけ。味見程度。うん、消えてるよ、ほら。マミーさん、七草はトッピングする感じですかね？最後に仕上げで入れます。でも塩入れはもうしているので、火は入れなくても大丈夫。美味しい、うん、食感は、うん、つるんとしてる、つるんとしてる。あ、だいぶ多くなってきたから、うん、あれだ、お米が、お米大きくなった、多くなってきた、多くなった、うん、だからこれに、これを最後に入れて、はい、で出来上がりかな。もうありますかね。うん。その辺のさじ加減お任せします。火星人ママさん、沖縄まだ半袖半ズボンです。そちらは寒いですか？こちらは。今日はちょっと暖かい方かなと思いますけどね、まだ寒いですよ。長崎です。ここでいいかな。 OK ですね、はい、はい、一応こんな感じでできました。でこれをお椀につゆ、ちょっと一口だけ試食してみてください、はい、せっかくなんで。あ、いや、 お椀に一応ついでその紹介もするけど、え、おわんっていうか、それに、これに、うん、せっかくですか。いつもね、試食シーンがないということ言われますんでね。
ツバメの巣のこれを入れたら結構豪華に見えるね。うん、カホナママさん美味しそう。問題ですかね。はい、はい、では試食をお願いします。何で食べようかな。スプーンで。スプーンで。何今くるくる回ったの。なんで食べようかなってでくるくる回った。これね、もうちょっとこっちの方、はい、映ってない。体に寄せてくれると助かります。はい、ツバメの巣も入って、うん、あと野菜と入れましょうか。はい、はい、じゃあどうぞ食べてみてください。はい、熱いかな。熱いかな。まだグツグツ煮えてたから、うん、フーフーしながら。あ、こぼれる、こぼれる。もうちょっとお椀を近づけて。あ、おいしい。うん、おいしい。よかったよかった。純子さん、私も今日作ります。ぜひぜひ七草粥作ってください。七草粥風雑炊ですけどね、うちの場合は、はい、では今回できたのはこちらのツバメの巣入りの七草粥風雑炊です。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。では今から食事にしたいと思います。あ、ジャンスタグラムさん美味しそう。では今から食事です。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様の七草粥を作ってくださいね。